さあそれでは中の装飾やっていきますか。まずこれはまあここでいいとして、いやちょっと邪魔かな、ちょっと入り口付近に動かしておこうか。せっかく窓があるからこの辺になんか台とか置きたいね。そういうの作れるかな。そんなにねまだ設計図手に入れてないから。椅子とかもどうなの。あ、まあ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 、ボロボロのソファーとかあるね。こういう綺麗なやつ使いたいですね。今我慢していこう。あ、マットとか置きたいんだけど置けないな。全然ないね。棚も1個しかない。テーブルもこれしかないからこれ置くしかないか。ちっちゃい。これをこうですよ。でこれをつなげて無理やりちょっとでかくでかくしよう。見た感じ、まあ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 、まあ、大丈夫できる大丈夫できる。足の向き揃えてこれか。ここ OK。 まあ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 。で椅子をちょっと木材と鉄っていうなんか異様な組み合わせになっちゃうけど、あ、ソファーとかもあるからソファーこっちの方か。ソファーはこっちにしよっか。一人暮らしなのにこんなんあるっていうね。でこれをじゃあちょっとこっちに移して、あーこっちにも椅子置こうと思ったけど、まあ一回こっちソファーにして一人でこのでっかいテーブルを使うっていう。寂しいからちょっともう一個ぐらいこっちに置いとこうかね。棚をでこんな感じで設置して、ここに1個、あ、いや外にあるこれを、もうちょっとライトの種類とかも欲しいね。なんかワンパターンになっちゃうからここに置くか。でこれもここ置ける、あ置けるね。でこの辺に電源、この柱の真ん中あたりの外に電源を置けば多分この2つつくと思うから、この辺に設置して、でこっちが暗いね。ここに豆電球でも置く。電気通るようにして、どの道2階も照らせるようにしないといけないから、ここに、なんかここの真ん中もなんか寂しいから何かつけたいね。この辺にこれ設置しといて、ここにも電気来るように頑張ってやろう。こっちの部屋の電気はまあ豆電球でいいや。あ、種類もいっぱいあるな。あ、でもここちょっとでかいからここ大きめのポスター貼りたいな。これにしよっか。ここはこれを貼ろう。よし。いいね。で、ここ悲しいから、ここに時計1個。あ、いっぱいあった。種類。あ、すごい。いっぱいあるんだ。あ、え、なにこれ、かわいい。かわいいけど、あ、これは解除されてないんだ。猫かわいい。なんかいいやつ。あ、犬もかわいい。いいやつは大体あれだね。まだ解除されてないね。いっぱいあるね。あ、いっぱいあるんだ。設置したいんだけど、ないな。仕方ないから、これにしよっか。これをここに置いといてと。なんか違和感違和感。これ真下に移動させる。この、いや、これは端っこでいいかな。1階はこんな感じでいいかな。でじゃあ次こっちの部屋変えよっか。ここにねちょっと今いろいろ解体とかしてたんで、ちょこちょこね、建築の挟んでる合間合間に素材集めやってました。もう一回ちょっとクラフト開いて、で今度はこの辺には次はクラフト系置こうと思うので、武器置いて、このこれ欲しいな。コンロ持ってないんですよね。部屋の中にこのこれ置くのってなんか不自然だから、これは外に置こうかな。調理台は外に置くとして、アーマー作業台置きたいね。これもうちょっともう一個部屋広い方が良かったのかな。もう一個部屋広くしておいた方が良かったかな。もうちょい左は行かないか。うん。でこれこっちに寄せて、でもうちょっとまっすぐにしようか。他にクラフト施設何があったかな。武器作業台は置いた。最高士のやつかとケミストリーとこの辺か。最高士はここに置くか。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でちょっと位置を微調整して、こんなもん、うん、でこっちにもう一個これ置こうか。これでかいな、これもでかいな。でっかいけどまあいっか。あー、変なことやってる。
このポスターもあったんだ。ちょっと待ってよ、これ変えよう。ここのやつをこっちに持っていくか。これ変更できないんだ。こっちにも設置しよっか、せっかくだ。これ設置しておこう。 OK、 まあ、こんな感じでいいかな。ここも寂しいな。ちょっとごちゃごちゃさせますなんか好きなんですよね、ごちゃごちゃした方が。させすぎって言われそう。こっちにしよう。とりあえず一回こんな感じしておこっか。まあまあなんかちょっと様になってない。明かりつけたらもうちょっと変わるかも。これの位置変えよっか。これ外に持っていこうかな。外か、この辺ちょっと置いとこう。外この辺に置いとこう。とりあえず OK。 じゃあ次2階行きましょう。よし、2階はベッドとか置こうと思うんで、まずちょっとベッド置いてみよっか。それ設置してからだね。寝床、寝床、寝床って寝床、寝床、これは設置できる。これダメ？あ、置ける。置けるけど、これ、汚いな。汚ねえ。なんか汚いやつだと、病気になるとかありましたよね。ちょっと色がやだな。こっちに変えよっか。大きさは好きなんだけど、ちょっとこれ、解体します。ここにこれを設置して、これ置いて、これ突き出ちゃうから、こっち側からこう入って、これ置いて、で、こうと、こうしよう。で、ベッドこっちに持ってきて、ここを寝室にしよう。例えばこうして、で、ここに棚を置きます。棚、棚、棚、棚。棚、棚、棚、棚。あったあったあった。棚置い、棚って大体ベッドの上にあるか。机はこれ以外置けるものはない。ああ、こんなのはあった、こんなのはあったけど、これこっちに置くか。勉強机みたいなのここに作ろうかなと思ったんですが、ここに置いて、これはここに置いといて、で、これは外に置くやつだね。これはここに、この辺に置いといて、そしてこれをね、寝室に使おうと思ってたんです、ずっと。ここに置いて、もうちょっといい明かりあるかな。ここの明かりどうしよっか。寝室はさすがにこれにしよっか。なんかね、機械的で。寝室これにして、ベッドじゃなくてこれを、違いますと、これを、あ、後ろにこれ線つなげないといけない。うわ、これ難しいな。じゃあこれ家の中で使うものじゃないな、多分これ外で使うやつだ。ちょっとここに置いとこう。これ一回ここに置いといて、ここに豆電球が挟まってるな。これを拾いたいけど、これはどうしよう。この辺に置いとくか。これの場合だと、これでもう一個、ここに電源コネクターの、室内にあんまりコード持ってきたくないから、これを設置すればいいんだ。これが数いっぱいあるから。で、ちょっと位置を、どうしよっかな。この辺でいいかな。なんか見た感じいいから。ここでもいいけど、この方がいいか。中間で。一番安定するかな。これでちょっと部屋の中からガタ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 うるさいなと、これ煙が上から落ちてくるな。煙がこれ家の中に落ちてくるの嫌だな。もくもく落ちてくるな、これ。そう考えると下の方がいいか。これ届くかな、この明かりが。ここがちょっと寂しいもんな。これをでちょっとこの辺に持ってきて、で、ここも寂しいから、
ここにグリルがあってもよかったかな。まあ、いっか。ここにこれ設置して、で、1個テーブルでも置いとこう。これ置いてもいいけどね。寂しいから。なんかあんまり同じものをバカバカ置くのも好きじゃないんだけど。これ置こっか。唯一、なんかどっかで拾った。コンクリート10も使うんだ。また集めないといけないな。まあいいや、じゃあ。これ置いとこう。はい。はい。ということで、いろいろとね、ちょこちょこと位置変えたりとかして、微調整加えて、これで完成にします。ようやくできた。あ、大変だった。多分シリーズ通してやってきてたら、いろいろとこう仕組みとかがね、わかると思うので、結構すんなりいくと思うんですけど、初めてだったんで、この電気のやつとか、なかなか難しいですね。いや、というか、まあ、僕はちょっと行き当たりばったりでやったのか、あれだったのかな。いや、でもこれで次はね、次何か建てるときは、もうちょっとスムーズにやっていけると思います。で、いかんせんやっぱ資材足りないし、設計図足りないから、次はそれ集めてこないといけないですね。まあ、それはね、また別の動画として、じゃできたやつはね、せっかく夜なんで、明かりも見やすいので、これで、この夜の状態でやっていこうと思います。紹介。こんな感じです。まあ、なんだろうね、そんな、うおー、でけーみたいな、うおーみたいな感じじゃないけれど、まあでも、最初よりは、最初に作ってたやつよりは、マシな感じになって、まあなんか頑張ったねっていう感じは、結構するような感じになって。で、まず横なんですけれど、猫ちゃんのやつ、あそこに置いてます。ちょっとね、遠くだと分かりにくいですね。なんか白く光って。なんか明るい感じはいいんだけど。で、外はこういう感じで、上にタレット移動させました。あんまりなんか屋上に置くのも好きじゃないんですけれど、まあなんか、まあ、屋上の方が下がスッキリするのと、まあ、タレットが機能しやすいっていうことで、まあ、一応あそこに置きました。もうちょっとでタレット置いた方がいいのかもしれないんですけれど、ギアの数が足りなくなったので、まあ、とりあえずこれで終わりにしてます。で、裏口の階段がそこで、で、外にはそこに、この位置変えてないです。ここに浄水器のやつを置いて、で、その横にジェネレーターを置いてます。ちょっとゾンビに殴られて、スコーチに殴られて体力減ってますけれど。で、そこの上にもタレットを置いて、で、あ、ここにもね、井戸の、これ、ウォーターポンプ置いてます。で、ここにクッキングステーション持ってきました。ここがね、ここの中が、作業場なんで、まあ、中に置こうかと思ったんですけど、中に置くタイプのクッキングステーションなかったので、外の、このタイプしかないんで、ここに置いてます。うん。夜はでもなんかいい感じですね、明るさ。なんか明かりの代わりにもなって。で、そこが倉庫部屋で、入り口こんな感じです。焚き火どこに置こうかって言ってたんですけども、ここに置くことにしました。街灯の設計図まだ持ってなくて、街灯置くことができないんで、もうこれを街灯代わりという感じで。はい、こんな感じです。じゃあ中入っていきましょう。この明るさ結構気に入ってます。この、なんかいつの間に設計図手に入れてたのかわかんないんだけど、これいいですね。意外と気に入ってます。ちょっとおしゃれで。で、ここには椅子とかあります。ちょっとびっくりした。足音聞こえたんで。さあ、中に入っていって、あ、マットは外に置きました。中に入っていくと、まあ、中はね、さっき作ってたのと変わってません。こんな感じです。もうちょっとね、いろいろと置けるようになりたいです。デザイン変えられるように。棚とかいろいろ欲しいですね。じゃないと、こんな感じなんで、なんかワンパターンになってしまって。ただ、絵はなんか最初から、この壁の装飾はいろいろできるからいいですね。これ、いいですね。で、まあ、明かりここ置いて、ここシャッターなんで、外を開けたら眺めが見えます。まあ、この椅子に座って外を眺めるみたいな感じです。あとは、失敗したのが、この草とかね、ちゃんと考えてやった方がいいんですね。初めてなんで、ちょっともうよくわからずに、こっちの階段見ると、ね、貫通してますからね。なんで、まあ、ここにね、だから階段はこっちに置いたんですけれども、こういうの、まあ、いい勉強になりました。なんでこんな真面目に喋ってるのかよくわかんないですけれど。次作るときはもうちょっといい場所と探そうと思います。隣に行くと作業部屋で、作業部屋も編集していたときとはほとんど変わってません。まあ、ここにこのキャンプのやつ置いてます。ここに持ってきました。で、あ、上ポってこれ位置ずらすの忘れてたな。ちょっと今やっておこうか。これはここに変えてと。で、ここにいろいろと武器作業台、最高士とか、あとは、最高士か、ごめんなさい、間違えてたらごめんなさい、アーマー作業台とか、あとはケミストリーステーションとか、大体の
ワークベンチ置いてます。でここには収納箱です。こっちのドアも閉めてと。2階はでも変わってないです。作成していた時と同じです。やっぱ設計図が足りなさすぎて奥物がないので、奥物のバリエーションがもうこのままです。この辺にねまだスペースあるので何か置いてもいいかなと思ったんですけれども、作業台は下にも来ましたし、特に奥物がないんですよね。なんでここがちょっと空いちゃった空間にはなってますが、まあ一応上に上がってくるとここに一応作業台ということでこれ置いてます。これでさっき気づいたんですけれども、この机の棚も収納箱と同じ効果があるんですね。すごい。いやもっといろいろと設計図欲しいですね。で、その隣に行くと寝室があるっていう感じです。これもなんか汚い寂れた感じで、まあ今は仕方ないですね。序盤はもうちょっと進めていっていろいろと作りたいですね。はい、という感じで、まあ最初に作っててなんかわけわかんないものが出来上がりそうな感じに比べたら、まあ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 良くなったんじゃないでしょうか。はい、ということでこんな感じの作ってみました。どんどんね建築やっていきたいんですけれども、設計図がいかんせん足りないので、もしかしたらね次は建築とかじゃなくてなんかサイドミッションとかやりつつジャンク品集める動画とか作るかもしれないです。その時はねまたよろしくお願いします。ということで今回はまた、フォールアウトの動画でしたけれども、最後まで見てくださった方ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。